はいどうもお疲れ様です。今回はですね、AI アートを作っていくところをお見せしようかと思います。えー、今、中央にある、まあ、女の子が走ってるところがね、完成品なんですけども、これ私が描いた作品ではあるんですけども、私は絵を描く、そういったね、心ではございませんので、まあ、ここら辺がね、イノベーションによって、テクノロジーによって、どのように結びつくかってことが今回ありありとわかるテクノロジーの恐ろしさですよね。 まあこういう風なね、アニメチックないわゆる萌えイラストっていうのは、まあなんかこう、多くの人が求めていたりとか、練習して描けるようになったりとかするものですけども、私の場合はトレーニング全くなしですね。<laughs> じゃあ一旦このイラストを閉じさせてもらってですね、実際どのように作っているのかを、この、今回はね、ノベル AI っていうのを起動してやってみましょう。はい、これがノベル AI です。今起動中なんですけども、あれちょっとすいません、もう一回行きますね。起動中ですけども、 日本語と英語ってあるじゃないですか。日本語を選択すると使える機能が制限されるんで、今回英語でいきますね。頑張って使っていこうかと思います。はい。で、こういう画面になります。えっとね、これ3つぐらいのパターンがあって、確かね、無料版と、まあ、有料版と、まあ、プロフェッショナル版っていうのがあるんですよ。一番高いやつでも月額課金2500円ぐらいなんで、私はそれを選択しました。まあ、通常は無料版から始めて、無料版だと使える機能が少ないんで、すぐにね、 1000円か1500円ぐらいの有料版に変えていくんじゃないかなと思います。まあ MAX でも2500円で選択肢3つなんで、まあ1ヶ月だけ目一杯使うっていう意味で2500円払ってもいいんじゃないかろうかと思います。それじゃあね、使い方です。非常に簡単です。ここに文字を入力するか、もしくは写真から取り込んでくるわけですけども、じゃあ写真から取り込んでいきましょうか。アップロードイメージってところをクリックして、ファイルの中から、これは昔は私がね、アイドルさんのイベントをやっていた時のものなんですけども、ちょうどいいでしょう。 で、アイドルさんが一人でね、マイク持って立ってるところをちょっと行きましょうか。こういうふうに移してですね。で、ここに今度は、あの英語で文字を入れていきます。翻訳ソフトを立ち上げます。こういう風な感じですよね。ディープ PL ってやつですか。ディープ L ってやつですか。で、ここにですね、えー、例えば、あと、女子高生って入れましょう。アイドルとか入れましょうか。それから、白いワン、 B あセーラー服にしましょうか、やっぱり。服。で、映画を。うん、あとは何がいいか。汗。このぐらい入れておきましょうか。キーワードをこのぐらい入れておいて、そして自動翻訳されますんで、こちらのコピーボタンを押して、で、ここに貼り付けます。はい。でね、 こののジェネレートってのを押すすんですよそうすると2500円の月額課金でもらえるポイントが1万ぐらいあるんですけども1万のうち6ポイントを使って絵を作っていきますよってことですこれを押すだけですこれでもう私の AI アートは完成するわけなんですよどういう風になるでしょうかねえちょっとイメージとは違いますねちょっと怖いですね <laughs> <laughs> いやこんな怖い子じゃないんですけどね可愛らしい子なんですけどもね でここからバリエーションですこの18ポイントを消費してこれをさらにね4つのバージョンに分けていきますえ動画撮影開始から3分余りでここまでができちゃいますさあどうでしょうかまあ私のイメージとしてはねこの <laughs>、うん、こちら1枚ぐらいかな使えるのは、うん、マイクを持って立ってるイメージとだいぶ違ってくるんですけども こちらの方ぐらいかな、今回使えるのは。で、まあ、この記録ボタンで、下の方にダウンロードすることができますんで、ここに置いておくことができます。じゃあちょっと写真を変えてですね、全身が写ってるやつにしましょうか。これとかどうですかね。はい。じゃあ2枚目いきましょうか。さあ、どんなのが出てくるでしょうかね。あ、こういうのですか。まあまあ、萌えイラストみたいな感じですかね。はい。ただちょっとこう、どぎついという表情がね。 ありますはいどういう風になるでしょうかあ、4つに分かれましたそれぞれまあまあねあの女子高生の女の子って感じですよねじゃあここでですねちょっとこう変えてみましょうかここ年齢をやっぱりね子供っぽく見えるためにはこのぐらいに落とした方がいいかなと思います あれちょっと待ってください翻訳でいきましょうか小学生5歳このぐらいでいきましょうか5歳の小学生でイメージしたら5歳だと小学生でもないわけですけどもねこのぐらいギャップをつけるとねちょっと違ったイラストができると思いますよだから極端にしていくことなんでしょうねきっとねはいまあ5歳には見えませんけどもねまあいいとこ中学生ぐらいにしか見えませんけどもまあこれを また4つぐらいのバージョンに分割していきます消費ポイントが結構ね減っていくでしょうだからねあの1000ぐらいすぐなくなっちゃうんですよ私の場合はまあ1万ポイントですけどもまあそれでもねどんどんなくなりますねはいどうでしょうかちょっと時間かかってますねえー、まあ2人になっちゃったりしてますねで腕が2本になっちゃったりしてますねこれもちょっと奇妙ですよね という感じで AI の自動生成なんであのあんまり複雑な写真を取り込むとね変なことになっちゃうんで実は背景も何もなくって一人で立ってる姿がいいんですよだからこういうふうに集団で立ってるやつはもうほんと弱いですよねもう一枚ぐらい行ってみましょうかシンプルなやつがいいんですよなるべくうんとは言ってもシンプルなやつないですねこのイラストではうんまあバックがほんと何もないのがいいんですけどもそうもいかないみたいです えっとこちらの二人の女の子、ステージに立ってる。これに行きましょうか。これでどうかなうん。だからバック背景が何にもなくって真っ白で、もしくは真っ黒で。あー、これいいじゃないですか。なんかね。うん。これはなんか、賑やかでいいような感じですよ。これを四つにやってみましょうか。まあ、こういうふうにね、ちょ,こちょこちょこちょこいじっていくと、大体自分のイメージ通りのやつが出てくるんで、それを、まあ、保存していくって感じです。 あこれね4つのパターンぐらいになりましたけどもまあまあこれが最初から出ればねこの AI ノベルっていう,う画像変換ソフトもなかなかいいよってことになるんですけどもはっきり言ってうよ曲折はありますですんでこの文字がどんなものが自分のイメージに合ってるかってことを探る作業とどの画像だったらね自分のイメージに近いものがその元データになるかってことを多少は探っていかないといけないかなと思いますね。それがまままああ面白さででるかなと思いますこのジェネレトースまでもう 当たるもの発見当たらもの発見って感じですからねまあでもいいイラスト結構出会えると思いますんでこういう風に使ってみてくださいさあじゃあ10分もしないうちにこの動画も終わりますあのー、この AI ノベルってやつはね有料で使うことをおすすめするんですけども本当にね1日30分とか1時間すぐ経っちゃいますこんなことやってたら本当面白いと思いますよあの絵の心得がなくてもこういう風にねきっちりといろんなイラストが描けてでこれがまたね、あのー、販売も可能ですんでね 活用してみてみください、えー、と2023年の新しい稼ぎ方になるんではなかろうかと思いますまあそうでなくてもね面白い趣味になると思いますんで、えー、絵の心がない方も存分に自分のイラストということでね画伯を気取っていただければと思いますまあこういうふうなねイラスト展とかももしかしたらねウェブ上でできるかもしれないですよねじゃあ本日は以上でございますありがとうございましたお疲れ様でした